吉田勤発見動画チャンネルの吉田勤です。今日も市議会の星野会の開発で中学校給食弁当をいただいております。もちろんこの有料で購入したものであります。白いご飯が真ん中に、そして右側におかずがありますが、このししゃものフライというふうに書いてあります。そして麻婆豆腐がありますが、この麻婆豆腐というのは本来は熱々のものを口にするというのがこの麻婆豆腐の美味しさの加減だろうというふうに思いますが、残念ながらこの中学校給食弁当の場合はこの全く冷たい状態になっております。もう少しなんかこの点の改良がない限り、私はあまり皆さん方にお勧めするというわけにはいかないものであります。ただし今無料でこの1週間の実験を町田市は行っておりますので、ぜひぜひ順番が回ってきたら皆さんが食べていただきたいと思っております。その向こう側は献立表で、1ヶ月分の献立表がここに置いてあります。終わります。吉田勤でした。